次の質問に行きます、はいはい、どのようなお客様がご利用されるんですか。まずはやっぱり絶対的なのは車が好きな人。あ、そう、うんうん、やっぱり車が好きな人で、やっぱりあとは人と同じじゃ嫌だって思う人かな、やっぱり。まああとはね、あのカーラッピーみたいにプロテクションの方になったら、やっぱ車を大事にしたいっていう部分で、あのやっぱ軽自動車でも普通乗用車でも、やっぱ車買いました、あこれ軽自動車だから傷つけてもいいんだっていう人って多分いないと思うんですよね。軽自動車であれ高級車であれ、やっぱ車買った人はやっぱ車傷つけたくない、大事にしたいって思うと思うんで、まあ、だからそういう人たちがプロテクションフィルムやってくれたり、やっぱカーラッピングの方はやっぱ人と被らない色にしたいとか、うん、やっぱこう個性を出したいって思う人がやっぱ多くご来店されているとは思います。ありがとうございます。